皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回ですね、取りました。福袋を全部買いました。赤ずきんの。2万2000円分ぐらい。約2万2000円。2万1800円だったかな。ちょっと覚えてない。正確な数字。全部買って、そのチケットで出ました。激レアがフルまで。あ、やっぱこれマルチオのデッキ設定だ。マルチオだ。デッキ設定が。大変なことになってる。やばい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 。引きたくないからいっぱい引く。はい。赤ずきんのですね。あれ、なんて読むんですかね。聖なる鎧って書いて。え、聖鎧なのか聖害とかわかんない。どう読むのかわかんないけど。はい。聖なる鎧のね、装備です。お披露目です。完全警告体です。団子もそこしかなくて、すべてフル。マックス、完全マックス、D0 の激レアまでフルになった赤ずきんのパワーは、これだけあるんだぞと。いうのをですね、見せたいですね。しっかり飛ばして通る。レイガンされる前に、素晴らしい。いいね。さあ、あとはこのユウスケとビートルをうまく噛み合わせたいね。何で止めてくるかな、これ。まず、パワードか。まあ、ユウスケでじゃない、ビートルでね、一回カットして。ちょっとシマリスの横当てが痛いな、あれ、爆発死んじゃうね。当たってない、爆発。うわ、避けた、素晴らしすぎる。このタイミングで受けるのめっちゃでかいな。さあ、レイガン打ってパワードも壊して、あれも本気モードにもした。さあ、大型が結構引き目から来た。これ、あれきついんで、あの大型。私、あの大型めちゃめちゃきついんで。いよいよ。捨てようか、下のライン。さあ、ここね、出して、ここ、美濃が切って、持ってけないはず。待って、それやってる最中も持ってけんの？それはね、知らない情報だね。さあ、剣士弾ければ一旦ここまでいいからね。さあ、猫ムートも切って、ひとまずね、ミノガールと猫ムートでね、こう押さえて、取ったね。でかいでかい。もう一回、頼む。いや、撃てないかな、撃てなそうだね。これ死ぬね。さすがに死ぬ。あ、でも倒した。まだ爆発に来てない、俺。まだ爆発に来てない。で、相手終わったらもう一本来るでしょ、ここから。そこで爆発に切ろうか。さあ、このね、トーマーきついよね。トーマーきついよね。待て待て、赤ずきん来てないんだけど。じゃあ皆さんに赤ずきんお披露目しましょう。赤ずきん来てないんで。こんな感じです。赤ずきん。あれ？いるっす。いるよね、そうだよね。いるよね。数え間違えてないよなと思ったけど、いるよね。そう、赤ずきん。何もわからない。何もわからない赤ずきんです。鑑賞ありがとうございました。じゃあミノガールがめっちゃ頑張ったね。あとはビートルも頑張ったし、ユウスケも頑張った。めっちゃ強かったわ。ちょ、デキ設定変えてきます。中型でうわって圧かけて、で相手がそれに対して対抗してくる大型もしくはたくさん出した中型に対して、もう速攻でミノガールいっちゃって、ミノガールと赤ずきん仕事が似てるんですよ。別のラインから当てるっていうね、正面の軸で当てないっていう、すごい似てるキャラなんで。なんで俺ナメコ引くんだ。ナメコ補欠じゃないのか、このデッキ設定。まあ、アヌビス引いてんだよな。アヌビスだからいきます。アヌビス強えんだ。バイクね。この前バイクの動画出したばっかだね。めっちゃ弱いって。今回の札的にごめんなさい。札的には、ちょっと倒すのめんどくさいかなって思ったけど、トーマンいるわ。トーマンがしっかりスキル打てば関係ないかな。これ取れちゃうから、あれだね。さあ、これトーマン、トーマンして、こんだけやったらね、正直見ながら来てもいいんだけどね。切ろうか。これでコブリンやれると信じてるけど、あ、無理かも。やった？やってないね。さあ、ここはアヌビス切って、ちょっと食らわされすぎちゃったのは痛いんだけど、アヌビスが取りで削れるんでね。で、取りで取ってくれるんでね、なんならね。さあ、文明で奥倒して、コブリンも倒す。さあ、邪魔なのがいるな。あ、なるほど、ピクドラ？ピクドラだったらさ、ナメコでよくね？これ。これナメコ切ってさ、ここもナメコ切ろうか。この栽培をさ、ピクドラのあれでさ、回収しまってさ、ダメージ当たるのどうだろう。あ、無双が入んね。痛いけど、結構、あ、違う、また足切っちゃった。まあ、いいか。結構いい感じにお互いダメージ入ってる。さあ、赤ずきん。ここね、しっかり抑えたいんだが、抑えきれるか。いやー、抑えきれない。死んじゃった。
するとまずいが、こう死んじゃうな赤ずきんが本体が。こうするとブルドラ倒せない俺キャラ的に。コストもね。さあ困ったぞ、困った。赤ずきんが死んでしまったから砦が取られちゃったんだよね。そこが一番の問題。さああとここをこのブルドラを処理できるかどうか。赤ずき死んじゃうからあの後ろのトーマンがどこまでいけるかってのと、とりあえず裏技検して見てもらうじゃん。頑張って、そのアナビスのねスキルで強っ。アナビス強っ。ここ見るじゃん、剣士ミス。この1コストマジもったいね。まあ勝ったんですけど、相手もキャラいないんで。ただ今の1コストマジもったいない。ああいうの気をつけないとね、あれで負けたりするからね。というわけで落城ですね。ちょっとねこれはね赤月のいいとこ見せられなかった。あ、取れ取られちゃった。アシュラでね瞬殺されちゃったね。でコブリン残っちゃってみたいな感じだった。まあとりあえずね早めに行こう。早めに大型行って、もう大型戦の展開作って赤ずきん使おう。じゃないと、赤ずきん、せっかくね、完全究極体なのに、相手の大型が死にかけてから出したとこで、ね、激レアフルの恩恵を分からない、感じられないから、まあ、今の札も強いんだけど、ちょっとね、赤ずきんのね、金バッジ引けねえかなって、回しちゃった。行こうか。さあ、コラボ猫はいます。火力がないね、大型しか。なので、できれば、まあ、デビルとかリムルとか、あ、まあ、デビル軸にして、リムルウィッチ使って、取り出すだけで、相手に大型を切らしたい。それが一番いい。で、赤ずきんのいいとことダメなとこの話で、待って、これ。これ確かさ、取られるようになったんだよね。ケツ当てしなきゃいけないよね、これ確かね。デビルは置いた。なるほど、カマキリに負けそうなんだけど。これアビカマキリだ、今1耐えた、1耐えたの見ちゃった。ダブルデビル、まあ、このデビルも真相なんでダブルデビルでいこう。さあキメガか、あー赤ずきんから行きたさあるが、いやその理由がミノガの方が後殴りで対応しやすいんだよねと言ったわけで、さあポイと回復もできるから、これで問題なくキメガも処理できるんじゃないかな。倒した。で、ガブガブしに行く。さあ、ガブガブ逃げてる。ご褒美、これ上行く？あ、行かないな、これ。これ上行かないってことかさ、これもう赤ずきんが移動してから出して、しかも軸的に赤ずきん下行ってるから、これ多分ご褒美上投げないんですよ。サダガの方に。ってことはよ。ってことは、この赤ずきん止める術なくね？終わってるわ。リムル来てないんだけど。まあ、寄ってくんだけど、こいつ。お前、優秀かよ。ミスターデビルの位置。めっちゃミスってる。ここはミスってないな。あ、もう赤ずきん、本体死んだ？もしかして。何で死んだんだ？なんか出された本体死んだね。あ、リムルもいるわ。今思ったら。やっとリムルの出番だわ。グラトニーは？あ、しない。まあ、とりあえず干渉ですね。キメガみたいなインファイト最強大型であっても、しかも方向の超強い状態の時にぶちゃったけど、もう勝ったね、普通に。なんなく勝ったね。さあ、ラスト行こうか。まあ確かに赤ずきん金バッジではあったからね、今ね。金バッジで相手のキメガがバッチなしではあったけど、相手のキメガがボルテージマックス状態から赤ずきんとぶち当たって、方向前だよね。方向前にボルテージマックス状態で赤ずきんとぶち当たったけど、赤ずきんが体力4割近く残して勝った。ように見えたけど、やばくないか普通にやばくないか。キメガ育ってたよ、普通に。見間違いじゃなければ。アミラーズなんて言ってんだろうね。さあ、第3まで欲しいな。さあ、ここ大砲2発かな。あー、アヌビス、下行っちゃう。いや、下行っちゃう、上行っちゃう。取れればよし、ボン。このじわじわダメージも入って、壊されちゃったけど、まあ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 、よしでしょう。そう、ヘッジが、その、あれに行くが、ああ、行ったけど、まあ関係ないね、無機的に。
それが痛いな。これさ、めんどくさいからもう見逃いっちゃおうぜ。悟空だるいの、これ。ここで止めてあげて、もう一回ブメ当てるだけじゃなく、パワードを前に行かせる。これさ、赤ずきんでよくないか、サンドラだし。ドン。で、パワードで止めるじゃん。待って、結構食らってる、何かを食らってる。死ぬわ、普通に赤ずきん。うわ、何食らったんだ、結構食らったな。でも倒したぞ。なんだなんだ。で、この魔導がマジで重いんだよね、俺今回魔導を倒せないんですよ。パードで倒すしかないんで、パード、いや、ユウスケでもワンチャンいけるか。いや、これ後ろ見ればいけたかな。え、これワンチャンさ、君だったらいける。あ、無理だよね、さすがに無理だよね。さあ、レイガン、さあ、レイガンダブル、さあ、レイガンなんだけど、そこ倒しきって、オッケー、耐えた。あ、もうねえわ、剣士の裏さ。ヘッジ終わりでしょ。レードラがまだいるか。あ、ヘッジまだいるわ、全然いる。さあ、ここはアヌビスドン。これじわじわで向こうに行って一瞬レイガン止まるからダメージ入らずに済め。あ、無理か。ただアヌビスが強いパワー流す。惜しい、取れそう。さあ、じわじわ入ってるから取れそうだよ、取れていく。さあ、このね、パワードのね方にね、相手のあれを、魔導を置かせておいて、これ魔導リーダーじゃね、気のせいか。リーダーに見えるよ、このステータス。うん、まあダメージは入った。さすがにダブル O 型プラスなんかいっぱい中型来たとこは無理だね。あ、パワード惜しい。あと1回打ったらあの窓やれてんな。はい、というわけで点差勝利ですね。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。はい、進撃レア赤ずきんです。完全究極体、HP 4220、防御力1828、攻撃力1776と、はい、スキル11と、スキル11の恩恵は威力が増す。まあ、ご褒美投げて、狼がわわわわわって突っ込んでって、食べる瞬間に2段階ダメージがあるんですよね。突っ込みと食べる瞬間。食べる方は火力高いんだけど、突っ込みはあんま火力でない。このね、ダメージが上がってるって感じですね。はい。そんなね、赤ずきんさんね、なぜかね、アビーチャービニでね、HP とスキルハズレスなんか両方ともアップするっていうね、他のキャラスキルハズレスアップだけとかなのに、なんか優遇されてるっていうね。はい、赤ずきんさんです。赤ずきんの狼さんは俺の友達です。声優が。前にも言った気がする。はい。昔のね、友達ですね。あ、最近全然連絡取ってないですけど。この前、え、白ドラ出たの？っていう連絡を取りました。それぐらいです。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。